もちろんそんなひどい方ばかりではなくて、素晴らしい方もたくさんいらっしゃいました。私の近所のね、コンビニエンスストア、コンビニがありまして、そこは地元の方が店長さんでした。でこの店長さんね、偉いのは店の中のものをね、全部お店の外にビニールシートを敷いて並べられまして、でね、線で半分区切った。でどうされたかというとね、お釣りの用意もね、ありませんから、この線からこっちは全部100円で、この線からこっちは200円ということで、全部の商品をね、出していかれた。でこれね、非常に冷静な判断だったと思うんですね。というのは、これ全部持って行ってくださいって言ってしまうと、取り合いになりますね。当たり前ですけど、やっぱ奪い合いになるわけですよ。で一応売るという形でね、売ってますとなったら、みんなちゃんと並んで順番に買われますからね、売るという形をとって実際はまあ配られたわけなんです。こういう冷静な方もいらっしゃいました。また私のマンションの中ではですね、ガスとかの配管のお仕事をされてた方がいて、この方はですね、その最初の大きな揺れがあった収まった直後に、なんとね、僕たちの知らないとこで、全部の家の外を回って、全部のねガスを、止めておいてくださったそうなんですね。これはね、後で本当に感謝でございましたね。とっさにそういうことを思いついて、マンションみんなの命を守ってくださったという、方もいらっしゃいました。またね、日本人というのは律儀ですね。自動販売機が街中で壊れて、倒れております。でね、真面目な人はですよ、その壊れた自動販売機のとこにね、120円置いて、こうね、ジュースを持っていかれる方なんかもいてね、本当にまあそういう極限の状態でも、しっかりした方、偉い方というのはたくさんいらっしゃった、わけでございます。はい、そしてまあここから、避難所というところに行くんですけれども、うちの家の隣はまあ学校でございまして、とりあえず学校のね、みんな行くんですね。ところが実はこの地震の時は、まあ、耐震基準とかがね、いろいろまだ定まってないところもあって、避難所に行ったんですけど、校舎には入らないでくださいってなったんです。はい。ですから、建物自体がいつ危ない、ね、倒壊の危険もあるので、建物には入らないでください。すると残っているのはどこかというと、グラウンドしかないんです。ですから初日は、そのグラウンドに我々、ずーっとおりまして、で学校の先生方がですね、体操のマットとかを全部出してくださって、まあ、一家族一枚ずつ、はい、ということで、私は初日の夜は、グラウンドでね、体操のマットの上で外で寝ました。これはまあ人生で一番寒い夜でしたですね。本当に寒かったです。でその間も余震はずっと起こっている。グラウンドを見ますと、ドラム缶でね、あちこち焚き火をして、ラジオの音がずっと鳴り響いている。空はですね、もうヘリコプターの音ですね、ずっとヘリコプターの音、あと街中から聞こえるサイレンの音ですね。私ははっきり覚えておりますが、2週間サイレンの音は鳴り止むことはなかったわけです。そして目に見えるものとしますと、真っ暗な街と、そこにね、まあ、火事ですね、ひどい話ですが、ずーっと街が夜になっても、地平線がこう赤く染まっているという、非常に衝撃的な光景が、まあ、初日の夜は、続いておりました。といった感じでね、なんとなく地震の雰囲気といいますか、現場の雰囲気というのはね、お分かりいただけたと思うんですけれども、そこから、まあ、大体30年経ってですね、実はその時と今とではですね、多少実は変わってきてること
というのがあると思うんですね。ですからその30年前の話するだけではなく、そこから今の時代にですね、どういうふうに、学びができるかということなんですが、ライフラインというのがね、あります。で、この阪神・淡路大震災の時は、常にニュースでですね、3つライフライン、ね、言われました。これは電気と水道と、ガスですね。この3つが、どの地域が復旧したとか、復旧していないとかね、という情報が常に出てきたわけなんです。はい。で、今もね、この3つというふうに思ってらっしゃる方もいると思うんですが、ちょっと皆さん、実際の今のご生活とね、当てはめてみてください。すると、例えばお家によったらね、まず、オール電化という家がありますね。はい。ガス使ってないという家、実は結構あるんでございます。で、反対もありますね。オールガスというのもあるんですよ。はい。これどっちかにされてるお家あると思います。ちなみにうちは今オール電化なのでガスは使ってないんですね。はい。ほんで、だから電気、水道か。水道ガスっていうね。うん。っていうパターンがまずあります。で、例えば、オールガスであったとしてもね、どうでしょうか。お家のお風呂沸かされるとき、今皆さんどうやって沸かしますかね。30年前はね、なんかガチャってやってね、火つけて沸かすっていうのが、まだまだ多かった。ところが、今はね、多くのお家が結構ボタンで沸かすの多いですね。うん。で、ボタンで沸かすということは、あれ実は電気です、あそこの部分は。はい。ですから、ボタンのとこのね、電気が通っていないと、お風呂の沸かし方ってわからないですね、今。どうやって沸かしたらいいか。ですから、なんとガス、水道来ててもね、電気が来てないとね、お風呂沸かないということが今あり得ます。はい。そしてもう一つ、お手洗い。皆さんのお家のお手洗いね。どんなお手洗いでしょうかね。今新しいトイレは、ボタンで流すやつありますね。はい。ボタンで流すやつで、しかもレバーで流せないやつってあります。はい。ですから、レバーがついてない場合は、これもね、実は電気が通ってないと、トイレ流れないんですね。はい。ですから、この電気というのがね、今の時代結構重要になってきております。もう一つ言いますと、車乗られる方は、お家に、車庫、シャッターがあると思うんですが、シャッターもあれ実は2種類ありまして、電気がなくても開けれるタイプと、電気が来てないと開かないタイプがあります。はい。これはね、絶対に皆さん、ご確認されておいた方がいいですね。はい。ちょっとした停電の時に、車が出せないということ、私の知人でも、これは実際聞きました。はい。台風の時の停電で車が出せないというね、ことが実はあり得ます。はい。ですから、30年前とね、変わってきた何ことで一番大きなことは、これですね。電気が、重要性が増しているということです。ね。はい。ここがですね、30年前の、生活と、だんだん変わってきている、ところなんですね。電気を使って動くものが格段に増えました。はい。まずね、そこが一つです。そしてもう一つあります。これ何かというと、ちょっとさっき聞きましょうか。今、電話、スマートフォンお持ちの方はどれぐらいいらっしゃいますか？スマートフォン。はい。だいたい8割かね、9割ぐらいですね。このスマートフォンなんです。実は、大事なもの。でね、こんなん、そんなに使えへんからええがなと思ってる社長方いると思うんですが、実はね、普段と災害時というのは、このね、スマートフォンの使い方は変わります。はい。まず、
当たり前ですが、通信に使いますね。通信。おそらく災害の時は、どこにいるかとかいう連絡を普段よりももっと細かく取るはずですね。はい。安否確認も含め、家族が今どこにいるかとか、連絡をたくさん、普段よりもたくさんしますので、通信にたくさん使います。そしてもう一つありますね。情報ですね、情報。情報を得るのにも、このスマートフォンを使うわけなんですね。はい。30年前、この阪神淡路大震災の時は、通信はね、まあ、大変、公衆電話だったんですよ。公衆電話か、まあ、家の電話、家の電話ね。それがスマートフォンに変わりました。ね。今は公衆電話あまりないです。はい。家の近くの公衆電話ね、パッと言えと言われたら、実はあんまりないのがわかるはずですね。はい。今どんどん、減らしていってはりますので、あまりございません、公衆電話ね。はい。そして情報ですけれども、昔は、家にラジカセとか、携帯ラジオとかね、結構ありましたけれども、今、あんまりないんですね。皆さんのお家にもね、多分、あったとしても結構古いやつとか、だと思いますね。昔はラジオとかをね、使っていたんですが、これもね、だんだん減ってきております。はい。で、今はですね、情報ですね、もう、災害時の情報も、ラジオとかの記者発表で流すよりも先にネット上の、情報を更新するというのが先ですから、実は最新情報はインターネット上に出ることの方が多いですね。はい。ですから新しい情報を得ようと思ったら、やっぱり、スマートフォンでインターネットに接続するということが必要になります。はい。パソコンを上げたらええやないかというお話もありますが、まあ、基本的にこれ、まあ、電気が止まってるというね、前提の今お話ですね。停電してたらね、家のパソコンもそんなにつながりませんから。はい。となりますと、通信と情報を得るのにスマートフォンを使ったらね、まあ、どんないいやつでも、おそらく半日ぐらいで電池はなくなります。はい。電池がすぐなくなるんです。充電としましょうか。充電が早くなくなると。はい。災害時にスマートフォンの充電が切れたらかなり不便になるであろうことはおそらく、想像はつくと思いますね。うん、まず自分がどこにいるかをね、常に家族に知らせるということもだんだん難しくなります。この実際に、都市に停電が起こってスマートフォンの充電切れて大変だったという話を、私はですね、数年前に北海道の札幌が停電になった時ですね、あの時に札幌の方に後で聞きました。はい。本当にこの充電が大変だったと言うんですね。で、もちろん行政はですね、充電所というのを作ります。区役所とかにね。で、札幌にもできたそうなんです。ところがね、その充電所、これはその時の札幌の話ですけども、3時間並んで、充電していいのはね、30分だったそうです。3時間並んで30分。どうでしょう、これ30分やとね、どれぐらい戻るんですかね。まあ、機種によると思いますけれども、やっぱりちょっと物足りないですね。災害の時に30分だけの充電でまた、それを持って歩くとなりますとね。多くの人がこの充電所に行きますから。で、災害の時に、まあ、3時間並ぶ時間があるかとかいう問題もあると。思います。はい。で、ちょっとおすすめなのが、私はこの札幌の、停電の後にね、いろいろ調べてね、買ったものがあります。これは何かというと、ソーラー式のね、まあ、充電パネル。
これ、屋根につけるようなものではございませんで、だいたいノートみたいなサイズです。ノートのサイズを折りたたむようなね。実は登山される方が、これ、つけて、リュックにつけて、充電できるようになってるんですね。で、そんな重いものではございません。ちょっとした、パソコンぐらいのね、サイズでして、私が持ってるのはね、USB ですね。USB が3つついてて、3つ一遍に充電できると。で、だいたいまあ、3、4時間で、結構充電、スマートフォンがね、できると。で、これまあ自分のものですからね、火が照ってる間、まあ置いておけば、多少充電できると。で、値段ですね。値段、私買ったやつはね、だいたい5000円ぐらいだったかな。これそんな高いもんではございませんので、何もないよりはね、ちょっとでも自分でスマートフォンの充電を確保できるというのではいいかなと思います。これ結構ね、近所の町会長さんにもね、うちの町内でもこれ買っときましょうとは言うてるんですけどね。絶対、あった方が安心ですから。ちなみに、手回しの充電器というのも売っております。売っておりますが、あれ実は手回しでスマートフォン充電しようと思ったらね、何時間も回し続けないといけないです。多分無理です、それ。はい。腱鞘炎になりますから。はい。だからやっぱりちょっとあれは大変なので、太陽の力っていうのが一つ、かなと思いますね。こういうものが一つあると、少し安心ですね。スマートフォンの充電ということです。からば、今、お家の電気の話とスマートフォンをいたしましたが、何が大事かと言いますと、防災は、人の生活が変われば変わるということですね。ここが結構大事なことなんですね。はい。ですから今申し上げたのは、この令和5年時点での私の考えであって、おそらく2、3年経ったらまた生活が変わっていくので、防災というのは多分変わるはずでございます。はい。しかしね、まあ、残念ながらといったら、まあここの町は違うと思いますけどね、結構多くの市町村ではかなり昔の生活に基づいた防災、マニュアル多いですね。私も時々拝見しますけれども。しかし、今人間の生活はどんどん変わっていっておりますから、防災もそれに合わせてやっぱり変わっていくということが必要なのかと思います。はい、ですね。さあ、ちょっと硬い話が続きましたので、ちょっとお遊びをいたします。防災の敵、防災力を上げるのにね、敵があるんですね。これ何かと言いますと、思い込みというやつ。例えばね、今日こんな話いろいろしておりますけども、まあそんなん言うてもそんな災害なんか起こらへんやんかというのがまあこれ思い込みですね。そう、ね、そう思ってたらね、何も準備しようという気にならないわけです。まあ残念ながらその30年前の、私住んでいた町、私自身も含めそうだったんですよ。まあ言ってもそんなひどい地震なんて起こらないだろうと私自身が思っていたので今申し上げているわけなんですね。この思い込みというのはこれ厄介でございます。はい。では、今、昼のね、2時ぐらいですか。2時で皆さんがね、どれだけ頭と心が思い込んでいるかというね、ちょっとゲームをしたいと思います。お遊びです。